崎本人しは、東京都出身の作曲家、サウンドクリエイター。音楽制作全般を主業務とする有限会社、ベーシスケープ代表取締役社長。代表作に、伝説のオーガバトル、ファイナルファンタジー12、戦場のバルキュリアほか、多数。作曲家としてのデビュー作品は、学生時代に、有志で制作し、即売会等で販売された、リボルター。 また、その BGM のみを収録したミュージックテープ、ミュージックフロムリボルターも合わせて販売された。リボルターのサウンドモードにて、日本ファルコムの曲に影響を受けたとコメントしている。リボルターの曲が、当時、岩田国春がアルバイトとして在籍していた職場の社長に気に入られて、ファミリーコンピュータ版、大戦略に使用されたというエピソードもある。 リボルターに関わったことをきっかけに、フリーのゲーム作曲家としての活動を本格化させ、主にパソコンゲームを中心とした活動を展開した。この時期に、テルプシコラと名付けられた音源ドライバーを開発している。1990年代に入ってからは、メガドライブやスーパーファミコン等の今週マきを主軸とし、ゲーム音楽作曲家として様々な業務に携わった。その後、 作曲を担当していた伝説のオーガバトル及びタクティクス王が開発チームの主力がスクウェアに移籍した関係でスクウェアのファイナルファンタジータクティクス等に関わった後同社の子会社であるスクウェアサウンズに入社し同社社員として同社のベイグラントストーリーの音楽を全編担当したその後は再びフリーとしての作曲活動を展開し 2002年10月4日には、並木学、岩田邦春と共に有限会社ベーシスケープを設立、同日同社の代表取締役社長に就任。元水泳部、吹奏楽部で、吹奏楽部ではパーカッションを担当。趣味は乗馬。YMO のファンであり、ペンネームとして Y も S を名乗っていた。初期作品では、各シューティングゲームに見られるように、 ポップスロックテクノなどを中心に手掛けていた。現在の先元の楽曲の多くはオーケストラ調である。また、レガイア・デュエルサーガではギターサウンドを披露し、グラディウス V ではトランスとオーケストラを融合させるという試みも行っている。ありがとうございます。